画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、オッピーです。行く年来る年ガチャで分けられてたね。で、昨日のおすすめキャラとは何ぞっていう方、僕もそうだったんだけど、なんか行く年のカラフルフェスの方でした。ただ交換券は今のところね、今のところ見た感じ統一紐付けされてると思うので、どっちのガチャ引いても一応交換券は共有だとは思います。ただこちらのクルトシ2021年カラフルフェスティバルガチャではないと、初音ミクちゃん、そしてレン君、ルカネエ、えなアキトいるじゃん。ちゃんとアキトおる、ちゃんとアキトおるやん。そしてホナちゃんはホナちゃんで代表引いてるし、さあこんな感じでね、僕らこのおみくじも多分いけないじゃないですか。外出れないみたいな世の中なので、もうだって都内はもう、そんな話どうでもいいわ、そんな話どうでもいいわ。今回とりあえず100連も追い課金するかどうかは、いや2倍だからね、もうただただ単純に提供割合2倍という、こちらの星のレアリティ 6%、 星3 8.5%、 星2 85.5%、 そして星3以上確定枠、確定枠の提供割合も 6% なんだ。これはすごい。なるほど、そうですよね。でも星4が、0.157%、 そしてピックアップ 0.4%、 今回4名いますので 6% 分の 1.6 か、まあ、だからピックアップすり抜ける可能性の方が高いっちゃ高いんだけど、ただなんせ 6% だからポンポン引くよ今日。まず100連で何枚出るかっていうのを皆さん参考程度に見てくださると幸いです。よろしくお願いします。1連目そういうことなんですよ。もうでもどうなんだろうね、わかんない。僕もここで何枚も引いたらもう 6% すげーってなるけどね。何枚、1枚、しかも2連目星3の次来ます。楽しいわ。でもしずく姉さん美しい。さあここあれ、次かな、次です。さあまずピックアップ持ってこい。やっぱりリンは最高の間だよ。よーし、よーし、とりあえず今回のレン君引かせていただきました。ありがとうございます。よし、これはすぐ終わんじゃない？これすぐ終わんじゃない？判定強化ということでサクサク引いていきましょう。20連目、6%引けないかな。ただ昇格はどういう感じになるのかな。昇格じゃなかった、一応見ていきますか。 6% ですね、 6% 引けなかったですね。30連目になります。 6%、 いやば、30連で2枚引けることなんてないもんね。やばい、今日のミクは一味違うぞ。1枚、さあ行っていきましょう。いやー、次ですね、エナナンの次です。さあ誰だ、エナナン来い。気にしないでコナミね。やった、すごいな、ほなちゃん気にするわな、大凶は。いや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 、30連でこれはただピックアップされてても 6% だとしてもよく引いてる今。すごい、この流れ切っちゃいけないよね。40連目お願いします。ミク、ミク、まあ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 、全然もう30連で2枚引いてるので、はい、進化してません。進化ってなんだ、昇格しておりませんが、ありがとうございます。さあ50連目流れ切らないよ。あ、切った方がいいかな、ミク。これ流れ切った方がいいかな。わーっと、昇格こういう、うわー、2枚、いやー、ここ、そうそうそう、6% だからこういうことあり得るんですよね。1、2、あー、また今、普通に、ルカネ被ってた。今、普通にルカネ、ごめんなさい、飛ばしちゃいました。さあ、全然被りもいいです。さあ、来い。ファミリーは最高の間だよ。そんなにレンちゃんで被る、そんなにレンちゃんで被る、かぶっていいとか言った俺が悪いのか。ありがとうございます。さあもう重いの、なんだっけ、でっかいかけら、あれが2個ゲットできたってもう考えれば、流れ切っちゃいけないね、これ。60連目、まさか2、すえ、これは逆に運良くない？え、そんな2倍ってすごいの？え、そんな2倍ってすごいの？え、それとも今までの俺の1倍のやつがあまりにも低すぎた。1枚、5連目かな。じゃあ1、2、3、4、次です。よろしく。勝利しようね。
はい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 。今んところバーチャルシンガーしか弾いてないけど、ありがとうございます。60連目で何枚 ?1、2、3。5枚。60連で5枚はちょっとぶっ壊れてない？すごいわ。思いのかけらもすごくなる。70連目。よろしくお願いします。ミク持ってきすぎるな。ミク持ってきすぎるな。え、これカラフェス、カラフェスすごいな。ミク。大晦日でボケてる俺、目覚めたぞ。あ、2連目です。すぐですね。つかさきゅんの次。ピックアップ持ってこい。お願い。聞いてくれてありがとう、ミク。食器持ってます。ありがとうございます。いや、全然被っていいの。全然被っていいの。今回のガチャに関しては。新規全部引いた後でもちょっと引きたいなと思ってるんで、提供割合2倍なんで、単純に僕の持ってない星4の今まで出てきたキャラクターも全然出る可能性あります。今みたいなピックアップすり抜けから。もうそれも望んでいますので。80連目です。よろしくお願いします！ミクは持って、ミクが持ってきすぎますので、全然昇格はないけど、ありがとうございます。星さん2枚。さあ、90連目か。よろしくお願いします！ミク、もう大好き！ミク大好き！ 90 連で何枚持ってくんの？え？また2枚！ 6 番万歳！星さん。M ちゃんの星さん初期ありがとうございます。ここから、この2枚で新規引くこと全然ありますよ。残り2枚ですから、エナナンとビビバスミク。行きます！救ってみせるよ。あー！かなでお姉ちゃん持ってますね。真冬ちゃん持ってないんですよ、このシリーズですと。そして続いて、降参した方がいいんじゃない？来た！負け、僕の負け、降参します。かっけ、あとエナナン神様、あとエナナン、神、よし、とりあえず衣装は全部ゲットしました。いや、神様、エナナン最後か。さあ、ラスト100連目になります。とりあえず100連目、ラストっていうかね、とりあえず100連目です。よろしくお願いします。え、これぶっ壊れてない？待って、今 6% だ 6% だって僕は浮かれてますけど、これぶっ壊れてるよね。3連目、ぶっ壊れてるわ。この確率は10連に1枚来てるもんね。 6% だとしても毎回 60% 引いてる計算になるもんね。さあ、続いてトモヤくんの次。エナナン引いたら、もうちょっとやばいよな。新規全部引いたことになる。降参した方がいいんじゃない？バーチャルシンガーフェス、もうバーチャルシンガーフェス、ありがとうございます。で、ここからは僕が今までなんだかんだ持ってた、今回追加したクリスタルが3万クリスタルですので、このね、元から持ってたガチャで20連引けますね。よろしくお願いします。110連。ミック、ミック、10連に1枚持ってくるじゃん、もう。え、ミックどうした？すごいな。3連目です。よろしくお願いします。見つけてあげて。はい、ニーゴミックさん、ありがとうございます。そして、続いて、エナナ、エナナ、ピックアップの力見せろ、底力。みんなと騒ぐのも、うわー、悪くないな。しゃー、よし、え、これ神子、ちょっと、これ衣装、衣装、衣装、よし、すごい、かわいいフェス T シャツオリジナルゲットしました。よし、よし、よし。待って、すごいな。120連目になります。よろしくお願いします！ミク！ミク！怖い！もうミク怖い！え、もうなんか、もうクリスタルないんだけど、この流れ切りたくねー。2枚！な、2枚引き今日3枚目 !3 回目！これはちょっとやばいね。え、ちょっとテンションがおかしいもん。まだついていってないよ。大晦日ボケしてる僕のテンションまだついていけてないよ。すごい。え、何連目かちゃんと見てなかった。次かな？次です！なんで？このみ。あ、ね。3枚目。ありがとうございます。全然。もう星4いっぱい引けてるっていう次もあります。エナナンの可能性あります。案外、悪くない1年。うわ！ねえ、揃った120減るってー！あ、きっと！そら！え、俺250%編成？もし、え？マジで？これちょっと今までの運収束したんじゃない？マジで。え、待って。
って120連でしょ。パール伯爵は蛇だけど、ケースは暖かくしてるから冬眠はしないんだよ。その話100回聞いた。というかまだ続くかわかんないんですけど、今回引かさせていただいたキャラクター星4の数、まず見ていきましょう。新規5枚ピックアップバリバリ仕事してる5枚、プラス控え室がですね、1,2,3,4,5,6 7枚ですので、12枚120連で10連に1回、120分の12って計算したら、何パー ?6% じゃないもんね。10% だよね、これ。え、すごっ、カラフェス。今まで確かに、星4の確率低いってね、よくコメント欄で言われてたけど、めちゃめちゃ、いいところで持ってきたね、僕の運力。すごい。鳥肌立っとる。ということで、ビビレン、ありがとうございます。こちらもコメント欄の方でね、言われておりました。このようなね、かっこいいポーズしてますが、ビビミクは顔にお絵描きされてないんですよ。だから、リンちゃんとレン君がビビミクにボコボコに負けてるっていう話らしいですね。そして、大京ほなちゃん。いやー、いいね。あんなにお姉ちゃんキャラのルカ姉さん、汗かいちゃってるじゃん。大丈夫だよ、と。ほなちゃんかわいいな。そして、ビビミック。そう。顔に落書きされてないんですよ。だからもう、リンちゃん、レン君 VS、メイコ姉さん、ビビミックだったらもう、メイコ姉さんとビビミックチームがボロ勝ちしてるっていう構図らしいですね。ありがとうございます。いや、ビビミックかっこいいわ。そして、前々回のイベントになるのかな。神候フェスティバルの時の星4。そう。神候フェスティバルの星4弾けてないんですよね。つかさくんと、カイト兄さん、弾けてないんですけど、水木くん、ありがとうございます。マジで嬉しい。ピックアップすり抜けてからの、所持してないキャラっていう流れがね、もう本当に、今回のカラフェスは、来てほしいなとは思っていたので、そしてラスト、篠のめえらお姉ちゃん、篠のめ家の年末というね。いやー、あんた何食ってんだ？何これ？つまみ食いじゃない？あ、つまみ食いだね、これ。お土産みたいなやつ、つまみ食いしてない？これ。いや、かっこいいな。何その目、何その表情。待って、エナナの話しないとね。はい、ということで、これはちょっとエピソード見たいね。この構図が何を表してる構図なのか、めちゃめちゃ気になる。はい、そんな感じで、12枚ぶっ壊れたな、12枚。はぁ、寒い。こういう時は引きこもってるエナが羨ましいな。ということで、ちょっとね、考えたんですけど、今回の動画はカラフェスのピックアップを狙ってる動画ですので、とりあえず120連で全引かせていただきましたので、カラフェスのヤバさっていうものは伝えれたと思いますので、まあ、次回新年明けてからになりますが、動画でまだカラフェス続きますので、1月4日まで続きますので、また、僕の今までで所持していなかったキャラを聞くガチャでもしようかな。あと、また検証動画でも撮りたいなと思います。6% の力みたいな。まあ、ちょっともう見せつけた感ありますけど。またね、あ、そら単発のやつもまた撮りたいですよね。カラフェス期間中にまた何かしら動画になると思いますので、よろしくお願いします。皆様のガチャ結果など書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。